アンバリット駅はフランスパリの中心部ホテルでザンバリット近くにあるフランス国鉄のラーシー線の駅である。かつては西武鉄道のターミナル駅の一つだったが、1929年以降は近郊列車専用の駅となり、旧駅舎は後にエールフランスのシティエアターミナルとなった。ここではラーの駅に隣接するメトロ8号線、13号線のアンバリット駅についても述べる。 ラーのホームラーの駅分けドルセ通りの地下にある。プラットホームは島式ホーム2面4線。改札口はホームより下の層にあり、ホームから地上に出るには一旦階段で下ることになる。改札口には自動改札機が設置されている。発着する列車はラーのみであるが、長距離列車用の切符売り場、自動券売機も設置されている。アンバリット駅はパリから、 フランス西部方面への路線を運営していた西部鉄道によって1900年の万国博覧会に合わせて1900年4月12日に開業したアンバリット前広場への鉄道駅建設計画は1873年まで遡ることができるこの年セーヌ県議会は新路線の建設を支持する決議を行ったが政府はセーヌ県内に ローカル輸送用の路線は不要であるとして計画を却下した。しかし19世紀末になると西武鉄道のターミナル駅であるサンラザール駅とモンパルナス駅のうちモンパルナス駅の容量不足が問題になっていた。このため西武鉄道はアンバリットに新たにターミナルを設けアンバリットからベルサイユの手前のビロフレーまで新線を建設しビロフレーで モンパルナス発の路線と接続させることにした。アンバリット駅からパリ市街まではセーヌ川の左岸に総経路であり、一部はシャンド、マルス駅発の路線と重複する。当初の計画では、路線アンバリット駅とも地上に設けることになっていたが、パリ市が踏切の設置を認めなかったため、アンバリット駅は地下駅に変更され、パリ市、境までの路線も地下、または、 折割と変更された。このため、シャンド・マルス駅からし、堺までの路線も1894年に一旦、休止され、立体交差化された。アンバリット駅の建設は1897年に始まり、1900年にアンバリット駅とアンバリット・レムリノ間の路線が開業した。ベルサイユまでの全通は、途中のムードン付近での高架橋や、 ムードンビローフレカンにあるトンネルの工事に手間取り、1902年まで遅れた。1900年の万博案内図。画面下にアンバリット駅、左上にシャンド・マルス駅がある。1900年当時の駅は、現在のラーの駅よりも南寄りのアンバリット前の広場の北にあった。ホームは、長さ160メートルの東端式6メイン12線が設けられた。 ホームと線路の大部分は地下にあったが、ホーム端部のみは蒸気機関車のため開口部とされていた。駅舎は建築家、ジュストリシュの設計によるもので、ホームの東端側に接する形でアンバリット前の広場の北東角にアンバリットに対して直角の向きに建てられた。アンバリットベルサイユ線はムードンビロフレ間に、 全長 3.6km、勾配8パーミルのトンネルがあるため、蒸気機関車の運行には向かないとして、第三機上方式で電化されていた。ただし1900年の部分開業時には、電車の製造が間に合わず、アンバリッド・シャンド・マルス間などで、電動荷物車が客車を牽引する列車が運転されていた。1902年からは、アンバリッド・ベルサイユ間などで電車の運転が始まった。 アンバリット駅での入れ替え用に圧縮空気を利用した無可機関車もあったが、1910年には使用されなくなった。アンバリット駅はベルサイユなどへの近郊列車のほか、1907年からはグランビルやブレストなど、ノルマンディ地方南部やブルターニュ地方へ向かう、長距離列車のターミナル駅としても使われた。なおこれら長距離列車は、当初蒸気機関車牽引であったが、 1920年代に電気機関車に置き換えられ、トンネル通過後のベルサイユシャンティエール駅で蒸気機関車との交換を行っていた。1929年にモンパルナス駅近くにメイン駅が開業すると、途中で機関車交換が必要なアンバリット発の長距離列車は、ほとんどが廃止され、メイン駅にターミナル機能が移された。 1933年の時点で、アンバリット発の長距離列車は、ブレスト行とグランビル行が1日、各2本のみとなっている。また1935年からは、近郊列車の多くもモンパルナス駅に移り、アンバリット駅は、ベルサイユ駅など一部の近郊列車専用の駅となった。1937年の万国博覧会を控え、駅舎の地上部分はパリ市に売却された。 旧駅舎は1948年からエールフランスにより、オルリー空港発着便の航空券販売や、同空港へのアクセス拠点として用いられるようになった。1970年代に入ると、ラー計画の一つとして、アンバリット駅とオルセイ駅を地下線で結ぶとともに、電化方式を第三機上方式から、架空電車線方式の直流五5 0 0 v に変更することになった。 アンバリット駅では、駅の西側から線路を付け替え、旧ホームの北野家のドルセ通り地下に、ホームが新設された。1979年5月27日には、電化方式の変更が完了し、アンバリットビロフレンで、Z5300 型電車の運転が始まった。続いて1979年9月30日には、アンバリットウルセンが開業し、 南東部郊外との直通運転が始まった。13号線、ホームメトロの駅はアンバリット前の広場の東寄りの地下、旧アンバリット駅舎の南側にある。ホームは南北方向にあり、東側が8号線、西側が13号線である。8号線の駅は相対式ホーム2面2線からなる。他に留置線1線があり、留置線にも短式ホームが接しているが、 使われていない。13号線の駅は、単式ホームと島式ホームの2面3線からなる。東側の単式ホームが北行き、島式ホームの内側が南行きであり、その対面はもっぱら留置線として用いられている。この留置線は、アンバリット前提の地下を一周する円形の線路に繋がっており、その途中から八号線への連絡線が分岐している。 8号線のアンバリット駅を含む区間は1913年7月13日に開業したが、アンバリット駅の開業はこれより遅れ、同年12月24日となった。13号線の駅は、1923年12月30日に1号線の起点駅として開業した。当時の10号線は現在とは、経路が異なり、アンバリット駅から現13号線の線路を、 サンフランソワ・グザビエ駅まで進み、そこから現在連絡線となっている線路を経由して、バノー駅で現10号線の経路と合流し、オステルリッツ駅方面に向かっていた。この時の10号線アンバリット駅は、島式ホーム1面2線で、現在留置線となっている前提の下のラケット型ループ線を利用して、進行方向を変える構造となっていた。 1937年に8号線、10号線と、当時の14号線の間で線路の付けか、絵と系統の変更が行われ、10号線、アンバリット駅は14号線の起点となった。1976年11月9日に13号線、シャンゼリゼクレマンスをアンバリット間が開業し、14号線は13号線に統合された。この時13号線のホームは、 南北方向に通り抜ける構造に変更されたアンバリット駅周辺の航空写真。画面右上のセーヌ川の手前に旧アンバリット駅舎がある。ホテルでザンバリットはラーメトロの駅の南にある。駅の東にはフランス外務省の本庁舎があり、さらにその東はブルボン宮殿である。駅のすぐ北にはセーヌ川のアレクサンドル三世橋があり、対岸には グランパレとプティパレがある。駅近くにパリ交通公団の市内路線バスが停車するほか、オルリー空港行きのエールフランスバスの起点でもある。ありがとうございます。